ヒカルさん面白い人ですね。そんなことないです。千秋、いい人見つけたな。この子はね、はい、昔から人見知りで学校でもなかなか友達ができなくて、でも人を見るのあるんですよ。そうかな。東京って街は人が多いけど冷たい街だから心配だったんだけど、どうか千秋のことよろしくお願いします。はい、任せてください。はあ、よかった。そろそろ会計しようかな。あれ、千秋さん、お疲れ様です。ルキ君に直也君、ここで食べてたの。千秋さん、昨日は本当にありがとうございました。企画まで直してもらって、おかげさまで部長にも褒められました。千秋さんすごいですよね。部長の信頼も厚いし、その若さで企画も任されてるんですから、うん、いつでも何かあったら言って。はい、はい、失礼します。失礼します。千秋、今何か新しいプロジェクト任されてるの？うん。マスター、コーヒーおかわり。さっきのちょっと冷めてたよ。熱いのちょうだい。マスター、聞こえてる？はい、わかりました。はい。あの人たちは会社の人か。うん、頑張ってるんだな。そっか、やりたいことができてるのか。よかったな千秋、うん、母さんにも見せてやりたかったな。あいつ喜んだのに。じゃあお父さん行くよ。千秋は元気そうなの見て安心した。頑張ってな。では光さん、ふつつかな娘ですが、よろしくお願いします。はい。会計お願いします。 ありがとうございます。1500円ですね。ちょうどお願いします。ありがとうございました。そうでした。お父さん、嘘なの全部。私何にもできてないの。恋人にも振られたし、行きたい会社にも入れてないんだ。ごめんなさい。この人たちはみんな役者さんで、私のために手伝ってくれたの。お父さんを悲しませたくなくて。私バカだね。ごめんなさい、嘘ついた。悪いね私。千秋、言ってくれてありがとう。でもな、千秋は悪くない。私のために嘘をついてくれたんだね。優しいな。母さんに似たんだな。いいか、お前が何をしててもお父さんはお前の味方だ。会社だとか誰と付き合ってるとか関係ない。お前が元気だったらそれだけでいい。お前の人生だ。お父さんに遠慮なんかしないで
思うようにやりなさい。きつくなったらまた帰ってくればいい。お父さん。いやー、それにしても驚いたな。皆さん、役者さんだったんですね。娘のためにありがとうございます。お父さん送るよ。じゃあ私行かないと。よかったね、本当のこと言えて。はい。勇気あるな。全部皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。劇団絶対見に行きますね。うん。なんかよかったな。いい親子でしたね。うん、幸せになってほしいね。あ、え、劇団の一人目のファンってこと？来てくれるって言ってましたね。よし、一人ファンゲット。これから楽しみだな。あのさ、なんで勝手にセリフ足したの？インプロってやつ。インプロできるレベルじゃないんだよお前は。いいじゃん別に。大事に書いた作家に失礼だ。大した本じゃないじゃん。やっとチリチリおまき。考えたら私たちで初めて演じた芝居ですね。4人で初めての芝居か。これからも頑張らないとね。よろしく。よろしく。俺たちは初めて4人で芝居をした。人のために演じて、一つの家族と関わった。演じるということは人と関わって生まれてくるものなのかもしれない。そんなことに気づいた日だった。じゃあ、よろしくお願いします。皆さん、行かなかったですね。行かないか。よかったね。見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。